遠軽町出身の康彦義和さんは機動戦士、ガンダムのキャラクター、デザインのほかにもギリシャ神話や日本の古事記などの歴史をテーマにした数々の作品も世に送り出してきました。今日行われた講演会では、歴史と漫画の魅力について語りました。なぜ歴史漫画を書くかというとロングフィクションが好きだと。やはりかつてあったことっていうのに、なんかロマンを感じるって言うのは好きだった。 会場ではアリオンや安彦さんの最新作乾と辰巳サバイカル戦記のイラストなども紹介され訪れた人はその世界観に浸っていました。